佐々木隆は、日本のプロレスラー。岩手県一ノ関市出身。株式会社プロレスリングフリーダムズ、代表取締役社長。岩手県立一ノ関第二高等学校から、文京大学へ進学後、岩格闘士塾に入門。1996年9月15日、大津スイミングクラブ大会の対、東海武士道 X 戦でデビュー。 1997年3月に大学を卒業、同年 DDT プロレスリングへ移籍。DDT では、コディーム差別級、シングル、タックの2冠王に君臨。その後、円満対談し、タックチーム、赤レンジャーズとして、コンビを組んでいた、ゲンタロウのいる、アパッチプロレス組へ移籍。2005年、伊藤隆二の持つ、BJW 認定デスマッチヘビー級王座を狙い、 第2本プロレスでデスマッチに挑み始め、同年6月18日の大会にて、自ら提示した蛍光灯300本デスマッチでタイトルマッチに挑戦するも、あえなく敗戦。この時伊藤は、試合後、デスマッチ初心者ながら激しい試合を繰り広げた佐々木に、大志、高橋、すげえよ、お前、と健闘を称えた。その後、アパッチの笠井淳と、 第2本の黒天使ヌマサージャキがクレイジーコンビレイヨンゴジャサルキチガイ S を結成したことによって始まったデスマッチイデオロギー闘争を機に第2本をもっと盛り上げて日本一の団体にしたいという思いからもともと固定のパートナーがいなかった伊藤とタッグを結成レイヨンゴジャサルキチガイ S とマッスルファットですと共に三つどもへの構想を展開した 第2本プロレスの2006年1月2日の興行で、アパッチも第2本も、関係なしに、伊藤と組んで一番を目指す。と発言。これが、金村金太郎ら、アパッチメンバーの激輪に触れて構想が勃発。佐々木も、伊藤、井上勝政、関本大輔、宮脇、佐野忠と対立派閥、高志軍団を結成。以来、新日本プロレスのマカベトウ メジャー団体所属選手も巻き込み、ファンからのブーイングを浴びつつ、アパッチのメンバーたちに牙を向いている。そのような中、BJW 認定デスマッチヘビー級王座をめぐり、王者、アブドーラ小林の不甲斐無さに怒りを覚え、3月31日に受けるタイトル挑戦を表明。蛍光灯＆剣山でスマッチで対戦し、試合中、頭に剣山が刺さり抜けなくなるというショッキングな、 事態に見舞われるも、見事勝利。第18代、BJW 認定デスマッチヘビー級王座を獲得した。試合後に、病院直行、無事に県山を抜いた。8月、アパッチにて空位となっていた、ウータク王座決定リーグ戦で、バッドボーイ非道をパートナーに迎え、優勝し、BJW デスマッチヘビー級と並んで2冠となった。しかし、 9月10日の第2本の大会では、第2本参戦以来、目標としてきた伊藤隆二との防衛戦に敗北し、デスマッチヘビー級王座を失った。試合終盤の伊藤のドランゴンスプラッシュ失敗で、伊藤自身が両腕骨折の重傷、長期欠場を余儀なくされたため、性パートナーも失った。この結果を受け、 第2本の12月3日の大会では、6月の、後楽園、ホール大会での防衛戦の相手でもある黒天使、沼沢邪キを相手にデスマッチヘビー級王者、決定戦に出場。京神の傾向と神殿デスマッチで勝利し、第20代デスマッチヘビー級王座を獲得した。2007年は第2本の3月14日の大会で、宮本博史向きを相手に、 広島大事組プレゼンツ、高所作業につき立体足は建築現場でスマッチ、ワンナイトカーニバルで屈指の激戦を制し、7月8日の大会では、前日の怪我から復帰してきた伊藤隆二を相手に、2年振りの蛍光灯300本でスマッチで、過去2度の同地道タイトル戦で敗れた雪辱を果たすも、8月26日、プロレスサミット、有明大会で、黒天使沼沢邪鬼に敗れ、 王座から陥落した。2008年2月に発覚した金村金太郎の強制猥褻事件では、アパッチを代表して、真っ先に会見を開き、謝罪し、団体の無期限活動停止処分も発表。工業活動再開後は、玄太郎とのコンビも復活させ、大日本のデスマッチ戦線に絡みつつ、団体再興を推進していたが、2009年の第1次、アパッチ解散に伴い、 自ら代表として、新団体、プロレスリングフリーダムズを設立して旗揚げした。2011年は大日本の一期当選への参加中、東日本大震災が発生し実家も被災したことから奮闘を見せ、予選全勝の上決勝で、武田誠子を下し完全優勝した。これにより優勝者として、BJW 認定デスマッチヘビー級王座を再び、伊藤隆二と争ったが、 破れてしまう。2013年には、キング・オブ・フリーダム・ワールド・王座の創設を発表し、5月に、自身が、初代王座となる。一方、第2本では、石川修司とシャドウ WX に、ジ・ウィンガーを加えた、奥越列藩同盟というユニットを結成したが、この年の秋頃から自身が第2本へ参戦しなく、なったためユニットは、空中分解する。 その後、大日本から距離を置く形でフリーダムズを運営するようになる。2016年4月1日には団体を株式会社化して社長となる。ありがとうございます。